パリのオートクチュールで輝くソンウェーロンと神宮寺ータ、太、キモトジュエリーの新作が魅了。神宮寺ー太のインスタグラムが炎上。パリでのミキモトイベントでファンの熱狂的反応。パリのデーブルーホテルのバンドーム広場は、先週のオートクチュールファッションウィークの期間中、ミキモトのハイジュエリーイベントで一段と華やかさを増しました。そのの中でも特に注目を集めたのが グローバルブランドアンバサダーのソン・ウェーロンと日本の若手アイドルグループナンバーアンダーラインアイのメンバーである神宮寺勇太の二人ですこの二人は三木本の新作コレクションザバウズを身にまとい会場を訪れた多くの人々の視線を釘付け気にしましたソン・ウェーロンはその端正な顔立ちと洗練されたファッションセンスでブランドのイメージを見事に体現しています彼の姿は 三木本のジュエリーと相まって、まるで映画のワンシーンのような優雅さを漂わせていました。特に、彼が身に着けていたザ・バウズのダイヤモンドジュエリーは、繊細なデザインと豪華さが見事に調和し、孫の魅力を一層引き立てていました。彼の存在感は、三木本のジュエリーが持つ品格と魅力を余すところなく伝えており、その洗練された姿に多くの賞賛の声が寄せられました。一方、 神宮寺雄太もまた、初めて訪れたパリでの経験を存分に楽しみ、インスタグラムでその様子を共有しました。彼は、パリで行われた三木本さんの新作ハイジュエリーコレクションの発表会に参加させていただきました。初めてのパリを三木本さんとご一緒できて幸せでしたと綴り、三木本の新作アイテム、ザ・バウズのジュエリーを身につけた姿を披露しました。神宮寺の投稿には、 初パリ楽しかったですというコメントも添えられており、その喜びが伝わってきます。彼のファンからは、ジュエリーと同じくらい輝いていて無理、好きです、ジン君、どの写真見ても気候しすぎるし、王子降臨といった熱い声が寄せられました。神宮寺が身につけたザ・バウズのジュエリーは、パールとダイヤモンドが見事に融合したデザインであり、彼の優雅さと品格を一層引き立てています。特に、 ブラックなフォーマルウェアと合わせたその姿は、まさに完璧と言えるでしょう。三木本のジュエリーは、どんな世代にも似合うデザインが特徴であり、身につける人の背筋を伸ばし、特別な瞬間を一層輝かせてくれます。神宮寺が身につけたザ・バウズのコレクションも例外ではなく、その随踊り自粛あでやかな真珠の輝きは、彼の持つ内なる美しさを見事に引き出しています。このコレクションは、 真珠のネックレスやダイヤモンドのブローチなど、様々なアイテムで構成されており、そのどれもが独特の魅力を放っています。三木本は、真珠のイメージである可憐さ、愛らしさ、優しさ、性質な美しさ、品格をジュエリーに込めており、その全てを神宮寺は見事に体現しています。彼がザ・バウズのジュエリーを身につけた姿は、まさに三木本が目指すイメージを具現化したものであり、 その洗練されたデザインと相まって、多くの人々の心を魅了しました。このように、ソン・ウェイロンと神宮寺雄太の二人は、御木本のジュエリーイベントで見事にその魅力を発揮しました。彼らの存在は、御木本のジュエリーが持つ洗練された美しさと豪華さを余すところなく伝えており、その姿に多くの称賛の声が寄せられました。特に、ソンの端正なルックスと神宮寺の優雅な佇まいは、 会場を訪れた多くの人々にとって忘れられない光景となりました。このイベントを通じて、三木本のジュエリーが持つ魅力を再確認することができ、多くの人々にその美しさを再認識させる機会となりました。三木本のジュエリーは、ただの装飾品ではなく、そのデザインに込められた意味や思いが身につける人に特別な瞬間をもたらしてくれるものです。ソンウェーロンと神宮寺勇太が身につけた、 ザ・バウズのジュエリーもまたその一例として多くの人々に感動を与えました三木本のジュエリーはその洗練されたデザインと高い品質で世界中の人々に愛され続けています真珠の美しさを最大限に引き出すデザインとその輝きを一層引き立てるダイヤモンドの組み合わせは他のブランドにはない独特の魅力を持っています今回のイベントで披露されたザ・バウズのコレクションもまた その例外ではなく、多くの人々にその美しさと魅力を伝えることができました。神宮寺雄太のインスタグラムの投稿には、多くのファンからのコメントが寄せられ、その中には、ジュエリーと同じくらい輝いていて無理、好きです、ジンくん、どの写真見ても気候しすぎるし、王子降臨、といった熱い声がありました。彼の姿は、まさに気候しそのものであり、その美しさと品格は、 木元のジュ孫リーと神宮寺雄太の二人は、それぞれの個性を最大限に発揮し、御木本のジュエリーを見事に身につけこなしていました。彼らの存在は、御木本のジュエリーが持つ魅力を余すところなく伝えており、その姿に多くの称賛の声が寄せられました。特に、孫の端正なルックスと神宮寺の優雅な佇まいは、 会場を訪れた多くの人々にとって忘れられない光景となりました。このイベントを通じて、三木本のジュエリーが持つ魅力を再確認することができ、多くの人々にその美しさを再認識させる機会となりました。三木本のジュエリーは、ただの装飾品ではなく、そのデザインに込められた意味や思いが身につける人に特別な瞬間をもたらしてくれるものです。ソンウェーロンと神宮寺雄太が身につけた、 ザ・バウズのジュエリーもまた、その一例として多くの人々に感動を与えました。三木本のジュエリーは、その洗練されたデザインと高い品質で世界中の人々に愛され続けています。真珠の美しさを最大限に引き出すデザインと、その輝きを一層引き立てるダイヤモンドの組み合わせは、他のブランドにはない独特の魅力を持っています。今回のイベントで披露されたザ・バウズのコレクションもまた、 その例外ではなく、多くの人々にその美しさと魅力を伝えることができました。神宮寺雄太のインスタグラムの投稿には、多くのファンからのコメントが寄せられ、その中には、ジュエリーと同じくらい輝いていて無理、好きです、ジンくん、どの写真見ても気候しすぎるし、王子降臨、といった熱い声がありました。彼の姿は、まさに気候子そのものであり、その美しさと品格は、 木元のジュ孫リーと神宮寺雄太の二人は、それぞれの個性を最大限に発揮し、御木本のジュエリーを見事に身につけこなしていました。彼らの存在は、御木本のジュエリーが持つ魅力を余すところなく伝えており、その姿に多くの称賛の声が寄せられました。特に、孫の端正なルックスと神宮寺の優雅な佇まいは、 会場を訪れた多くの人々にとって忘れられない光景となりました。このイベントを通じて、三木本のジュエリーが持つ魅力を再確認することができ、多くの人々にその美しさを再認識させる機会となりました。三木本のジュエリーは、ただの装飾品ではなく、そのデザインに込められた意味や思いが身につける人に特別な瞬間をもたらしてくれるものです。ソン・ウ孫ロンと神宮寺雄太が身につけた、 ザバウズのジュエリーもまた、その一例として多くの人々に感動を与えました。